しい交通情報です。ジャティックの信原めぐみさん、お願いします。はい、お伝えします。新名神高速が事故のため渋滞しています。新名神高速は高槻ジャンクションに向かう上り線の川西インターの手前の六国山トンネルで事故のため追い越し車線が規制されていて6キロ半の渋滞です。中国道は上下線の吹田ジャンクションと中国池田インターの間が大規模な工事のため昼夜を通して通行止めです。北陸道は新潟方面からの上り線の長浜インター付近で工事のため追い越し車線が規制されていて6キロの渋滞です。阪神高速の神戸線は環状線方面に向かう東行きの港川付近で事故のため右側の車線が規制されていて第二神明道路に伸びて4キロの渋滞です。松原線は大規模な工事のため一部通行止めになっています。一般道路の大阪中央環状線は東行きが豊中市利根山元町付近2キロの渋滞です。以上、道路交通情報でした。信原さん、こんにちは。こんにちは。今日はいいお天気でございますけれども、はい、ね、今日のメッセージテーマが、はい、久しぶりに何々しました。はい、なんかあります？久しぶりなことですか？はい、何だろう。そうですね、久しぶりなこと、はい、まあ、ちょっとコロナ禍でね、はいはい、いろんなことが制限されている中、はい、ちょっとずつ、ね、まあ、戻ってきておりますけれども、はい、久しぶりになんかこれ見たわとかこれ食べたわとか、はいはい、そんなことってあります？そうですね、久しぶりに夏に旅行に行きました。あら、どこ行かはりました？長崎に行きました。あら、長崎、はい、美味しいもん餃子ありませんか？そうですね、あの美味しいものというよりも、うん、温泉メインで行きました。何温泉？長崎は硫黄島にある温泉です。はい、硫黄島いうぐらいやからもう硫黄がもうわあやね。いや、なんか違った気がします。違うね。はあ、やっぱりええな、温泉とかもほっこりしますね、本当にね。のんびりしました。ね、この秋はどっか、はい、旅行に行く予定はあるんですか？来月出雲に行こうかなと思います。いいじゃないですか、ね、そうか、はい、出雲大社。あ、そうです、そうです、ね、まあ、またその旅の思い出話なんかも聞かせてください、本当に。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうか、出雲行きたいな、久しぶりに。